YouTube をご覧の皆さん、はじめまして、内田博之の内田ラジオ、第1回始まりました。ありがとうございます。YouTube ね、今日から始めていこうと思うんですけれども、まず第1回話していく内容はですね、晴れ晴れ解散の真相、解散の真実ですね、こちらを、今日は語っていきたいと思うんですけれども、そもそも、晴れ晴れとは何ぞやという方もいらっしゃると思うので、簡単に説明をしますと、晴れ晴れというのはですね、私が昔やっていたバンドでして、2003年の8月ですね、サミーミュージックレコーズからメジャーデビュー、シングルを3枚リリースして、代表作のあの場所へは、映画ワンピース呪われた聖剣の主題歌にも、なっております。そしてですね、2005年の7月、惜しまれつつも解散活動に終止符を打ったわけなんですけれども、なぜその解散をしたのかと、当時、ホームページとかで、井田くんがメッセージを出したと思うんですけれども、その時は結構曖昧にぼやかした内容で伝えていたと思うんですね。内田は映画を撮っていたり、井田くんは歌っていたりとか、春菜はかっちょいいドラマーになっていたり、それぞれの道を歩んでいこうという、すごく大きくぼやかした内容で解散の理由をですね、発表していたと思うんですけれども、実は裏では別の理由がありましたよっていうのは、お話をお伝えできればなと思っております。では晴れ晴れの解散の真相、1つ目、事務所との関係が悪化したということですね。若い頃、もう17歳高2の終わりぐらいに事務所に入って、そこから、デビューしたのが18歳で、やはり私たちも若かったですから、その自分たちのやりたいこと、こういう服を着たいとか、そういうことも意見としては伝えるんですけれども、やはりその決定権というのはやっぱそのアーティスト側っていうのは特に売れてないので、どうしてもこう通らないんですね、そういう意見っていうのは。曲でもその衣装でもいろんなことを取り入れたりとかしてくれるんですけれども、思い通りにはいかないと。それはどこの世界でもそうだとは思うんですが、言いなりじゃないですけどね、大人たちのいうことに従ってこうやることが、例えば窮屈であったり、ちょっとこう、心の葛藤っていうものが非常に多かったと思います。ですので、どちらが悪いとかいいとかそういう話ではなく、私たちも若かったですし、あちらもそのこちらを信頼してくれているような、そういったなんか心が見えなかったというか、思ってくれていたとは思うんですけれども、その厳しさだったりとかは私たちには曲がって伝わっていたのかなっていうのが今思えばというところですね。今でもこう頑張ってるなんて声をかけてくださったりして、本当に私たちを育ててくださって本当に感謝っていっぱいですね。今はいい事務所に所属していたなと今では思っております。これが1つ目、事務所との関係が悪化した。それでは、晴れ晴れの解散の真実2つ目、これはメンバーの病気ですね。この病気というのは、誰がどんな病気を患っていたかというのはプライバシーの問題ですので、詳細は控えさせていただきます。そのことから実質活動するのが不可能になったというのが一つありまして、そして一部メンバー間もぎくしゃくした関係だった人たちがいたのは確かですね。やはりそれは活動していく中で、曲のことで衝突したりとか、歌詞のことで衝突したりとか、私生活でこうぶつかったりとか、そういったことでこうコミュニケーションを取らなくなってしまった人たちが中にはいたというのが確かでして、その事務所との信頼関係も悪化している中で、メンバーの病気も分かって、これ以上こう停滞ムードの中で活動していくよりかは、一度解散してみんなそれぞれの道で頑張っていこうじゃないかというのが大半の意見でしたので、それをすごく迷惑を多方面にかけて解散したんですけれども、そうやって新しい人生を切り開いていこうという
のが話し合いで決まりまして、私たちも、苦渋の決断でしたが解散を選んだということでした。まあ余談ですけれども、晴れ晴れの井田君と春菜は本当に戦友だと思っていますし、今でも井田君と電話したり、春菜はこの前誕生日にメッセージをくれたりと、とてもいい関係を保っていますので、ね、今後とも本当に仲良くしていきたいなと思っております。それでは、晴れ晴れの解散の真実について語っていきました。いかがだったでしょうか。今後ともね、皆さんが楽しんでもらえるような動画を上げていきたいと思いますので、高評価、チャンネル登録で応援のほどよろしくお願いいたします。それでは、内田博之の内田ラジオ、またお会いする日まで。さよなら。